ください。今回は2022年間隔の問題を説明します。分子式 COHH の化合物 HIJH がある、化合物、HIJ があるな。 HIJ があると。で、化合物 H は4つの炭素原子が直線上に並んだ構造しており、 A 結合、これはまあ、三重結合かな。H を触媒を持って水素反応すると化合物1モルあたり1モルの水素が消費されて、分子式 C5H に並ばせる化合物 K が生成すると。 K には機械生態が存在する。まあ、ここからいきましょうか。これ H は、まあ、三重結合がありそうやな。これ三重結合があって、で4つの炭素原子が直線上に並んでて、これちょっと分かりにくいけど、こうやな、これな。C が4つのように思うんだけど、C5 やからもう一個こうやな。こんな形ですよね。H ね。で、これに、三重結合を一つ持ってるけど、水素を反応させると、二重結合になるな。一つ、対結合が、切れて、二重結合に変わる。これはシストランスしてたんだな。これ C5H 中で合わせる K ができたと。で、この K には、K に塩化水素を負荷反応させるな。これ、負荷反応させたら、この、まあ 2種類できるな、HCl を。ね、まあ、マルコフニコフ則というのがあるんだけど、まあ、一緒やな、こっちは Cl が、やつと、こんな2種類できるな。で、これが不正炭素原子だな。こんなのができると、これ化合物 L は2種類だな、これな。で、化合物 I は、三重結合1つ持つと、 I を処方水素十分反応させると、分子式 C5H、 あとは三重結合はあれで一番端っこになっちゃうな、こんな。こんなんは私、これで分かりやすいだろうな、こんな。こんなんも考えられるかな。ちょっとどれか分からんけど。で、この I を十分に、水素を反応させると M が生成する。これは H を同様な条件で反応するし、C、化合物 N のことだ。こっちやな、これ I やな。これを水素で、水素で反応させると、CCC、こんなのができるな。これ M やな。こんなんができると。で、これは H を十分、C5H 合わせる化合物 N とは異なることしてる。一方、化合物 A を食媒にして水素十分発 C5H で、これはあれやな。五角形で、こんなやつやな。こんなやつがあって、これは C5H8 やね。1,2,3,4,5,6。1,2,3,4,5,8 やな。これが、こういうやつが I。J やな。で、これ、十分反応させるとこうなんだけどな。シクロペンタンっていうな。これ O やな。だけどまあ、これもあるけど、こんなんあるな。J は、2種類って言うてるから、ちょっとえらい、なんかストレスがありそうやけど、こんなやつあるな。ね。ここもあるか、な。こんなやつもな、ここ。こんなもんな。化合物、塩化水素を反応させても反応は起こらなかったと。あ、こういうやつやな。こっちやったら反応起こってしまうもんな。こういうやつやったら反応起こるか。反応は起こらなかったと。で、HIJ、J2 種類。O に塩化水素を反応させても反応が起こらなかった。O やから、まあ、十分なやつやからね。これは、ね、十分なやつは起こりませんね。こういうやつで、こうい
やつは送りませんね。そんな話、ここに EC が取ったやつもあるな。はい、わかりました。